ポール・マリー・ベルレーヌはフランスの詩人。ポール・ベルレーヌ、あるいは単に、ベルレーヌとも呼ばれる。ステファン・マラルメ、アルチュール・ランボーラと共に、象徴派と言われる。多彩に因を踏んだ、約540十編の詩の中に、絶唱とされる作品を含みながら、その人生は破滅的であった。彼の一生には、酒、女、神、祈り、反逆、背徳。 開墾が混在した。晩年には文明を高めでカダンスの教祖と仰ばれたが、初期の作品の方が評価されている。以下で、過剰書きの部分は文学的事項である。1844年から1864年、ドイツに接するモゼル県のメスに生まれた。父は、ベルギー生まれのフランス軍人。母は、パイコールドカレー県アラス近郊の生まれ。経済的な環境は、 恵まれていた。父の退役後一家は、パリにでポールは小学校の寄宿舎に入り、ついでリセボナパルトに、さらに修辞学級に進むが卒業には至らなかった。大学入学試験に合格し、パリ市役所初期になる。1865年から1871年父を失う。18歳の美少女、マチルド・モーテと婚約し、翌年挙式。 まもなく不仏戦争に召集された。1871年のパリコミューン鎮圧の創上をパリのパンテオン近くの自宅で避けた。失職した。長男ジョルジュ誕生。前列左より、ベルレーヌ、ランボー、エル・バラード、イ・デル・ビリー、シー・ペルタン、後列左より、ピ・エル・ゼ・アルボニエ、イ・ブレモン、J ・エカール。 アンディファンタラトゥールヒツ1871年から1875年、結婚1年後、乱暴と会い、妻に乱暴を繰り返した上に彼と同棲し、イギリス・ベルギー、北フッツを転々した。母と妻が説得に来ても置き去りにして逃げ、妻に絶縁状を書いた。融合に妻との交渉を懇願した。ロンドンで病がし、母を呼んだ。ホテルで口論となった乱暴を、 ブリュッセルで購入した拳銃で2発撃ち、1発が手首に命中したが、致命傷にはならなかった。この騒動により2年間収監された。この拳銃は2016年にクリスティーズで競売にかけられ、43万4500ユーロで落札された。妻の別居請求が認められたことを獄中で知って、落胆し、カトリックに帰依した。1年半をし、 元妻との和解を図る一方、旅先で乱暴と格闘した。1875年から1885年、イギリスの中学に教職を得た。アルデンヌ県の学校に転じ、生徒中の美少年、ルシアン・レチノアに惚れて、授業を下ろされる。その後ルシアンと英国へ渡り、教職を得た。元妻との和解をまた図り、目殺された。ルシアンを伴い帰国し、 その距離に滞留。母としばらくパリに住み、市役所への復職を図るもをせず、成功の学校に就職した。ルシアンが死に、その故郷で、堕落放浪の日を送った。泥酔して、母の首を締め、入浪を。出国後また、ルシアンの故郷を放浪した。1885年から1896年無一門で、パリへ戻り、ホテル住まいした。 左膝を患い、一時事前病院へ。経済的援助をしていた母が死亡するが、葬儀には病気で不散。ホテルを追い出され、以降事前病院を転々とする。事前病院から勝負ウジェニークランツの家へ転じ、上夫となった。生活費のため、オランダへ、公園旅行。ウジェニーに駆け落ちされ、事前病院入院。勝負フ,フィロメーヌブーダンに連れ出された。国内び、 イギリスへ、公園旅行をした。ウジェニーと赤い島た同棲した。入院2回。文部省から救済の500フランを受け取る。パンテオン近くの自宅で、娼婦に見取られて死去。党からのサンテチエンヌ・デューモン教会で葬儀。マラルメ、フランソは国兵ほか三列者多数。ただし、入園し、病中の息子ジョルジュは、不参加。パリ市17区のバチニョル墓地に埋葬。 日本では東大生の植田聡氏がポール・ベルレーヌ行くを発表した。以下の作曲家がベルレーヌの詩による歌曲を作曲している。ありがとうございます。